皆さんこんにちは。希望の日本再生チャンネル、今回は棺神事で有名な中谷真一先生をお招きいたしました。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう先生とは10年以上のお付き合いさせていただいてて、はい、そうですね、本当にあの頃から感謝です。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。また今もまた新しいね、はい、展開をされようとしてらっしゃって、あ、はい、もうすごい、本当すごいすごい先生ですよ。はい、でまずはまあ、今回何回かに分けていろんなお話を先生から伺っていこうと思いますが、はい、やはり棺神事のご専門の方であるということで、はい、そもそも棺神事とは何かということをまずこの第1回でお伺いをし、はい、で2回目以降にその先生が今明日に向かっていろいろこう仕掛けをされているということなので、はいはい、その仕掛けのについてのいろんなお話を伺い、はい、というような形で、はい、まあ、2回目以降進めていこうと思うんですけど、はい、まず先生がご専門にされている棺神事とはそもそも何者かという、このあたりからお聞かせいただければと思います。はい、はい、まあ、棺神事というのは何かというと、まあ、岡本天明さんという、はい、明治生まれの方ですけども、はい、画家であり、はい、その、まあ、霊媒体質だった方で、はい、で元は大本教、大本にいたこともあるんですが、はい、大本が弾圧を受けて、はい、それで亡くなってしまって、で岡本天明先生も、上京したという、昭和19年ですね、はい、日本がだんだん戦況が悪くなってきた、どんどん悪くなっているって時代ですけども、はいはい、その昭和19年の6月10日から、はい、断続的にその岡本天明さんの体を通じて、はい、まあ、自動書記っていう形でこう、まあ、いわゆる神がかりでですね、それで勝手にその右手が動いて、はい、筆で文字のようなものを書かされたっていう、はい、そういう書物なんですけども、当初はまずその読むことができませんので、うん、本にも読めなかったぐらいなので、はい、でもこれはちょっと神様のご神筆ではないかということで、その研究者の仲間たちが集まって解読作業が行われて、はい、行ったという、でその解読してみたところ、はい、すごい内容だったという文献なんですね、はい、で昭和38年まで断続的にこう続いたものなんですが、すごい量があるんですね。ごめんなさい、昭和36年です。で38年に天明さんが亡くなられて、はい、すごいボリューム的には、まあ、全37巻ほどあるんですが、でそれがずっとその私も存在はしてたんですけど、はい、どこにもその読める状態として本としてな出回ってなかったんですね、はい、で私がその出会った時に、その棺神事と出会った時に、はい、読ませてもらって、これが世に知られてないというのはもったいないと思いまして、それでたまたまご縁のあった徳間書店に企画書を出したら、はい、企画書が通ってしまって、すぐ書いてくれって言われたんで、はい、まあ書くつもりじゃなかったんだけども、まあ、書かざるを得なくなって書いたところ、それがたまたまベストセラーになっちゃったものだから、ご存知のようにその1回ベストセラーになっちゃうと、もう次にお願いします、はい、次お願いします、はい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 、最初にその棺神事っていう名前で徳間書店から出したのは91年なんですけどもね、はい、でその1作目がとにかくいきなりもうバーンとヒットしてしまったものですから、はいはい、もう次から次へと依頼が来て、それでその出す本が当時はベストセラーにランキングされてた時代だったんですよね、はいはいはい、でそうしていくうちにいつの間にか本の点数が増えてって、この道一本になっちゃって、なんか棺神事の専門家とか言われちゃったなっていうようなね、はい、そういう状況なんですが、まあ、要はその日本のその近代っていうんですかね、はい、に降りたその、まあ、典型と言いますかね、海外ではノストラダムスとかそういうものが予言書としては有名ですけれども、はい、棺神事っていうのはその国産の、まあ、予言、まあ、予言って言ってもその何年何月に何が起きるみたいな、うん、ああいう類ではないんですが、うん、でもその中には日付とかは書いてないんですが、うん、戦前というか終戦前に降りた神事ではあるんですが、はい、日本はこの今回の戦争には負けるであろうこと、でも負けて海人に帰すけれどもまた
復興するであろうことと、で復興するんだけどもまた同じことを繰り返してもう一回潰れるということが示されていて、それがいよいよこの今の世相を見るとですね、日本が大体だんだん崩壊モードに入ってきてますから、これはやっぱり火付神事の予言は正しかったんじゃないかってことで今巷でも話題になってるっていう状況ですね。なるほどですね、はい、あの本当にこう開示に期す、あの昭和19年といえばまだまだ、まあ、客観的に見ればその頃から戦況が悪化してきたってことがあったにしても、国内のこう世論とか雰囲気は、もうこれからが勝負だっていう、そういうものがまだまだ濃厚にあった頃ですよね。そうですね、あの、翌年、それから半年経ちますと、まあ、空襲受けるようになって、はい、軍隊大丈夫なのなんていう話も出るようになるんだけど、昭和19年 の、 あの夏前ぐらいですね、6月ぐらいですね、日本は勝利勝利で、これから勝負だ、アメリカがやっつけるんだみたいな、強かった時に、負けるよ、何っていう感じですよね、そうですね、で戦後の復興も本当にあの焼け野原を経験された方、住まいもない、食い物もない、もう学校も何も全部瓦礫の山で、もうどうすればいいんだって途方に暮れてるような状況になって、火付神事はいや復興するよ、ものすごくいい時代が来るよって、ですよね、で本当にいい時代来ちゃった、そういい時代来ちゃったなと思ったら、もう一回潰れるよ、またそうしたら本当にそうなってきちゃったって一回だから盛り返すんだけども、はい、その時はあの魂の抜けたような骨抜きの人間ばかりになるってあるんですよね。だからそれもそうですよ、日本魂がなくなってね、はい、まあそういう物質を追い求めるだけのね、はい、まあ日本人はでもそれでも日本精神というのはどっかに残ってるけども、まあそういう考え方が主流になるよというのも書かれてあったので、はい、そのこんにゃくのような人間ばかりになると書いてあるんですよ、背骨がなくなって。だからまさにね、そういう特に上の人たちほどね、そうなってるなっていう感じですよね、はい、上の人たちほど今だけ金だけ自分だけ、だから俺の先の実行犯が悪者だどころの話じゃなくて、上に立つ人自身がほとんどもう変わりがないよ、まあちょっと悪い言い方ですね、そんなような状況にまでなっていってしまって、そこから実は本当の意味での世界が広がってくるんだと。そう、そういうことですよね。ですよね、その本当の意味での素晴らしい世界のことを弥勒の世でよろしいですか、はい、弥勒の世って言われてますね。それってどういう世界なんでしょう。弥勒の世はね、ちょっとまあなんで弥勒っていうのかとかいうことを説明したと長くなっちゃうんですけども、要は言うとですよ、弥勒菩薩っていうのは、まあ仏教のね、あの世界で、私も仏教のことは詳しくないですけども、あの弥勒菩薩っていうのは56億7000万年後にこの世に化粧されて衆生を救うとされた、その末法のようにね、そのこの世に化粧されて衆生を救うと約束された、まあ未来仏の方なんですよね、はい、一種の救世主みたいな位置づけではあるらしいんですよ、で56億7000万年後なんてかなり随分先の話だけども、あれはなんかその数的な何かあの秘め事があってですね、隠されてるらしいんですけども、その56億7000万っていうのは567なんですけども、これをあの大元の時代とかであの弥勒と読むんですよね、当て字して。でその要はその末法の世界にその現れると、はい、要するに建て替え建て直しっていう側面があるんですよ、まあそういう時代がやがてやってきて、その世界があの建て替えは破壊、建て直しは創造なんですけども、建て替えと建て直しが行われて、本当の意味でのその理想的なその人類社会があのやってくると。でその時に中心になるのは日本なんだという予言ですね、はい、一種の、これがまあ弥勒の世なんですけども、弥勒の世というのはだからユートピアなんだけども、ちょっとその共産主義とかが言うユートピアに似てる部分もあるんですよね、似てる部分もあるんだけども、やっぱりその中心に立つのは天使様だとあるんですよ、はい、これが決定的に違うところで、
天使様とは何かっていう議論が昔から火付け神事関係者の間であったわけですよ、うん、はい、で天皇とか皇室が嫌いな人たちもいるわけです、火付け神事の関係者でも、うん、なるほど、で、はい、それをだから天使は天皇と関係ないんだという説と、天使っていうのはあの天皇の子供、ええ、子供ですね、ですが火付け神事では漢字では出てないので、はい、天使という、はい、まあ、火付け神事というのはですね、原文はほとんどの漢数字な数字なんですよね、数字と仮名が混じってる、あと記号ですね、うん、はい、で入り混じってるんですよ、はいはい、でそこにこう現代のその読み方を当てはめて、漢字仮名を当てはめて解読していくんですけども、うんうんうん、はい、だから天皇とか皇室が嫌いな人たちは、はい、天使という言葉をあえて違う字にしたり、曲解するっていうんですかね、無理やり当てはめていくんですね。でも天使様っていうからには素直に読めば天使様じゃないですか、はい、私はそう読むべきだと思うんですけどね、はい、まあ、火付け神事は神道的な、文脈で書かれてるわけなんですけどもね、はい、天皇っていう言葉は火付け神事全編見ても2箇所しか出てこないんです。それは神武天皇っていうところが2回だけなんです。あとは全部天使様か天津棺スメラミコト、スメラミコトっていうふうに出てくるんですね、はいはい、うん、本来は天使様って呼んでたり、はい、あとはスメラミコト様、でしたから、はい、だから私は天使様って言ったら今の天皇陛下か近所天皇陛下かその次の陛下かとかそれは分からないですけども、やはり日本から出る天使様が世界を、はい、統一されるすべられるんだけども、はい、白示すと書いてあるんですよ、うん、白示す、はい、知らすなんですね、はい、世界を知らすと書いてあるんですよ、はい、でここはもう小柳先生の独断上なんですけどもはい、要するに力とかの中で統治する世の中、はい、いわゆるその西洋的なね、はい、覇権のやり方で、力武力とか金とかいろんな形で、はい、うん、抑えつけて統治するっていうやり方ではなくて、はい、自然に天使様を中心に一つにまとまるんだよと、はい、一列世界一列一体らになって、はい、これはみんな対等だということですね、はい、でもそこに中心に立つのは天使様なんだよと、うこれが魅力のようだっていうわけですよ、ね、だから魅力のようなあり方っていうのは、はい、本当にこれからそうなるんだろうかと、この状態から、はい、まあ私もはっきりとはね分かんないけども、うん、でも火付け神事を信じるのならばですね、はい、これはご神直なわけですから、はい、必ずいずれそうなるんですよ、うん、でそこになるのは中心になるのは日本であり、はい、日本の中心には天使様が立つということですね、うん、そういうことかつてたにだから魅力の世というのは一種のユートピアなんで、はい、もう今のようなお金だとかそういうのも全部なくなるかどうか分かんないけども、はい、形がかなり変わるでしょうし、お金の立つものが、はい、とか武力を持つものが何らかの形でその支配するっていう世の中は終わるんだと思いますね、はい、うん、はい、大体支配する権力者に 権力を握った人が一般の民衆を支配して、はい、で自分だけが贅沢三昧な暮らしをし、はい、一般の人たちはもうまさに奴隷として刺激されるという、ええ、こういう仕組みが始まってから、まあ、大体ざっくり6000年ぐらい遡るんじゃないかと、うん、という話が一説にあって、そうですね、そうです。で、まあ、4000年ぐらい前にはもうそれがピークになって、うん、まあ、奴隷たちをしばき上げて、これは働きビシビシなんていうことをしながら、うんうん、っていうのは行われるようになり、うん、で3000年ぐらいになるともう国ごと村ごと、うん、もう全滅させてしまう、うんうん、気に入らないやつらみんな抹殺だっていう、うん、そういうふうな状態が起き、はい、で実は人間の大脳の発達もこれに伴って大脳新皮質が発達したんだと、うんうんうん、大脳新皮質は自分の身を守ることだけですから、うん、もうそういう環境の中でどうやって自分の身を守るのか、権力を持って、で周りに周りの部下たちに自分の身を守らせる、これ最強なわけですよね、うんうんうん、で部下たちも自分が殺されちゃいけないから、部下たちのさらに部下たちを作って、うんうん、で、お前ら俺の身を守るんだぞ、うんうんうん、で分かりました、じゃ あ、うん、先生の身守りますからって言いながら、うん、周りにこう屈強な連中が集まって、うんうんうん、屈強な連中も自分が怪我したら死んじゃいますから、うんうん、いざ戦いようぜってことになったら、うん、進め攻めてけ、わーっとやって向こうが
何をやるかって言って向こうがわーってやってきたら、おい逃げようっていう、うんうん、ひたすらそういう、うん、なんだろう、とにかく日常において俺強えっていうのを連発するような、うん、そういうのがもう世界の中心で、はい、で大脳神秘質はもう自分の身を守るものだけ、うんうん、でもそういう人間にも脳幹の部分にはやっぱり本能的なものがちゃんとあって、うん、脳幹だけで生きている動物たちっていうのはこれは自然とともに一体化して生きているっていう環境があって、そういう意味では人間の中にもそういうもともとの生物としてお互いに共存していく、みんな仲良くやっていくという、そういう本能的なものがちゃんと残っていると、はい、で改めて魅力の世って言ったら脳幹の時代になるのかなってね、脳科学的にはそうかもしれないですよね。すいません、余計なこと言いました。でそういうね、はい、支配をする大衆を、まあ、奴隷化するというか、刺激して、はい、一部の者たちが、まあ特権階級みたいな形で世を治めるというか、うん、支配するっていうのが、まあ、6000年ぐらいかな続いていく、はい、今も続いてると、してもですね、そうするとそれがまあ当たり前になっちゃって、それ以外の収め方ってあるのっていうような風になっちゃってると思うんですが、うん、はい、でも歴史を見ると日本にはあったわけじゃないですか。あったんですよ、その6000年前より前もね、はい、しかももっと凄まじい長い間、はい、それでうまくやってきた時代がありましたね、はい、だから日本人はもう普通にそれでやってたわけですよね、うんうんうん、だから私はその精神というか、はい、あの時代の精神と今の科学文明が合体したようなものが魅力のようになるのかなと思うんですよ。すで、うん、に日本人はずっとやってたわけですから、もう何万年も、はいはいはい、ということは今我々はもともとの日本の形、うんうん、もう平和に暮らしていた、はい、その頃の状態とか社会の構造がどうだったのか、そしてまた人々は何を大切にしてきたかということを改めてしっかりと今学ぶことによって、うんはい、まさに魅力の世を生きる、うんうん、新しい日本人になっていくことができるかもしれないなと、そうだと思いますね。そうですかね、はいはいはい、質疑信心、これね、めちゃめちゃ面白いですよね。たくさん褒めていて、ものすごく分かりやすい、もう見開きページごとに一つ一つがこう改正されているような本なんかもあったりします。とっても読みやすくてとっても面白いので、ぜひですね、皆さん一度チェックしてみていただければというふうに思います。いや、もう先生、今回もすごい素晴らしいお話を、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。次回は先生がいよいよ明日に向けて、その質疑信心の知恵をもとに新しいチャレンジをね、はい、されようとされているということで、はい、このことについてまた詳しくお話を伺っていこうと思います。はい、希望の日本、再生チャンネル、まだまだこれから。